サイレントヒルのロゴ、サイレントヒルは、コナミから発売された、ホラーゲーム、およびそのシリーズ。ジャンルは、ホラーアドベンチャー。2013年7月時点でのシリーズ全世界、累計販売本数は840万本。アメリカの北東部にある、架空の観光地、サイレントヒルは、観光の要であるトルーカ湖を中央部に有する、閑静な田舎町である。 湖の北岸は遊園地などがある町の中心、ペールビル地区だが、湖の南岸、サウスベール地区は寂しい住宅街となっている。隣接した町として、ブラマ、シェッパードグレンがある。通常の状態では、農霧に包まれた美しい町で、寂れてはいるものの住人もそれなりに存在する。しかし、主人公たちが迷い込んだそれは人気のないゴーストタウンと化しており、 町内に本来あるはずの道が崩落し、消失、あるいは閉鎖されている。また、季節外れの雪が降ったり、異形の怪物が徘徊していたりと、現実世界と微妙にずれた異界であり、強世界と呼ばれている。実はその土地は、古くから不可思議な力を持っており、心に闇を抱いたものを異世界へと引き込むことがある、故である。京世界は、霧に包まれたゴーストタウンだが、 時として、死と錆びにまみれた暗く、グロテスクな、裏世界へと変貌することがある。その世界は、そこかしこを、異形の怪物が徘徊する、屋内はもちろん、屋外であるはずの場所が、あたり一面くらい闇に包まれている、地面や壁であるはずの部分が金網一枚を、隔てその先に、闇が広がっている、得体の知れない人型の肉体が無造作に吊るされている。 などがある字で他にも様々な変異がある。表世界が霧、雪の白色を基調としているのに対し、裏世界は血、サビの赤色や影、闇の黒色を基調として構成されており、これらはストーリーにおける重要な設定の暗湯でもある。主人公たちは表世界と裏世界を行き来しながら目的を達成し、 街を脱出することになる。作品独自の恐怖は、至るところで工夫を凝らし表現されている。カメラアングルをわざと傾けて、四角を作り、プレイヤーが醜いように映す。画面にノイズエフェクトが常にかかっている。怪物が接近すると、ラジオから不穏なノイズが鳴り出すと、斬新な恐怖の演出が、グラフィックや音響やシステムに組み込まれている。シリーズ第一作。 サイレントヒルはカップコンが発売したバイオハザードの大ヒットによってホラーゲームが定着したことで好みによって企画された。スティーブン・キングの小説をホラーゲーム化するというプロジェクトをスタートさせるが諸事情により頓挫しオリジナルタイトルとして開発された。バイオハザードシリーズは漏洩したウイルスによる感染等の科学的な背景。 そしてプレイヤーを驚かせるような仕掛けやハプニング等、いわゆる、同の恐怖を追求している。それに対して本作は、舞台設定こそ、同じアメリカであるものの、その背景に科学的な裏付けのない、人知を超越した、神秘学や、宗教的な要素を持つなど、同じホラー系アクションでも全くテーマが異なる。また、懐中電灯の明かりを頼りにした、限られた、視界。 言葉で言い表せないような嫌悪感、陰鬱とした雰囲気など、いわば、性の恐怖感を、主としており、ジャパニーズホラーのような演出が多く使用されている。中でもシリーズ第一作は、アメリカの大手ゲームサイト、gametr.ailers.com が選んだ、最も怖いホラーゲームランキングで1位を、獲得している。また、ストーリー面でも単なる完全超枠ではなく、 アレッサ、マリア、クローディア、ウォルターなど敵として退治する存在は皆悲惨な人生を送った末に心が歪んだり、その最後も報われないものとなっている。登場するクリーチャーも発生した背景に深い理由があったり、マルチエンディングのいずれもハッピーエンドとは言えないものになっているなど、恐怖の中に挨拶が含まれていることも特徴である。人物相関や作中の文献から、サイレントヒル、 サイレントヒル2、サイレントヒル3、サイレントヒル4ザルーム、サイレントヒル0、サイレントヒルホームカミング、サイレントヒルダンプア、サイレントヒルアーケードに、それぞれ物語の連続性が見られる。特に、1と、3、2と、4は、相互に関連し合っている。リメイク、同シリーズ1作目のリメイク、リブート作品となっているが、従来のものとは異なるゲーム性となっている。 リマスタープレイのベルサイレントヒルゲーム概要、プレイステーションで発売されたシリーズ1作目のストーリーがノベルゲーム化されたのが本作である。サイレントヒル公式ポータルサイトには本作の情報は一切掲載されていない。ゲームの進め方によっては本編と全く異なる展開となる。ゲーム中の要所にミニゲームが設置されており、サウンドノベルながら、 本編の謎解きの要素を楽しめる作りとなっている。本作のために、いくつかの CG、ムービーが用意されている。本作品に用意された各シナリオをクリアすることで、デジタルトレーィングカードを入手することができる。ただし、工述の理由によりプレイすることが不可能な少年編においてのみ、入手可能なカードが存在するため、これをすべて集めることは、今のところ不可能である。 主な登場人物、その他の登場人物は本編に順ずる。少年編について本作で用意されているメインシナリオはハリー編、シビル編の二つだがモバイルアダプタギガバイトを使用しデータをダウンロードすることで第3のメインシナリオである少年編を楽しむことができた。しかしモバイルアダプタギガバイトが普及しなかったことやさらには モバイルアダプタギガバイトに関するサービスのすべてが2002年12月14日に終了していることなどから、この少年編の知名度は低い。少年編は春、夏、秋、冬の4部構成で各季節ごとに期間配信されていた。少年編ではハリー編、シビル編での伏線が明らかにされたり、語り尽くせなかったエピソードなどが収録されていた。 サイレントヒルゲーム概要映画公開を記念して GBA 版を元に制作された携帯電話用アプリ。そのため登場人物、ストーリー展開、謎解きなどに変化はない。ゲームは3つのチャプターからなり、各チャプターをクリアすると表示されるパスワードを使用してゲームを進めていく。各チャプターはそれぞれ小学校、病院、異世界を主な探索場所としており、 途中の移動は、ほとんどが、ハリーの語りとなっている。エンディングも、プレイステーション版と同じく5種類に分岐し、分岐条件も同じである。ただし、2周目を遊ぶためには最高のエンディングである、グッドを見る必要がある。2周目で見ることのできる、UFO エンディングの鍵であるアイテムは2周目開始時に持っている状態となっている。戦闘は、エンカウント制で、 1>, 1対1でのターン性バトルとなっており、RPG に近いものとなっている。サイレントヒルザ・エスケープゲーム概要シリーズ初のシューティング型ソフト。当初は、ホーマー用のアプリとして配信されていたが、後に iPhone、iPod touch に追加要素を施した移植作が配信された。本作では表世界、裏世界の要素は、雰囲気程度に留めてあり。 メインシリーズとのストーリーの直接のつながりは乏しい。その一方で、ゲームとしては 3D 迷路からの脱出というテーマに絞り込まれており、携帯電話のタッチパネルや加速度センサーを活かした操作や、霧、サビ、クリーチャーといったシリーズのキーワードを散りばめたグラフィックス等で新しい方向性を展開している。ゲームの主人公は、病院とおぼしきみず知らずの建物で、 覚醒した男性。何の理由も告げられぬまま、懐中電灯の明かりを頼りに暗い通路の中で、出口を目指して歩くことになる。3D 迷路上のフィールドを歩き回り、どこかにある鍵を入手した後に、出口にたどり着けば、ステージクリアとなる。フィールドには、様々なクリーチャーが徘徊しており、接触しないように対処していく。所持していたリボルバー拳銃などで撃退もできるが、 弾数が25発と限られている。また、時間の経過とともに懐中電灯の明かりが弱まっていくが、フィールド上の電池を入手すれば明るさを取り戻せる。PT ゲームフォ f o x エンジンを使用した一、認証サバイバルホラーゲーム、プレイステーション4向けに無料配信された。配信当初は、サイレントヒルシリーズとの関連は示されていなかったが、 ゲームクリア後にサイレントヒルズという文字が浮かび上がる演出があり、後にシリーズの新作となるサイレントヒルズのプレイアブルティザーであることが正式に発表された。サイレントヒルズの開発中止に伴い PT は配信停止となり、一度ダウンロードしたユーザーの再ダウンロードも不可となったため2015年現在このゲームを入手し、プレイする方法は限られてしまっている。 ちょ、山下正イラスト、伊藤調達、コナミデジタルエンタテインメントゲームの正当ストーリーを完全ノベライズした、ノベル版。ゲーム中では語れなかった詳細が追加されている。漫画、伊藤調達原作、大枠博之監修、山岡明コナミの携帯電話サイト、週刊、コナミで配信された、デジタルコミック版。シリーズを通してたびたび目にする、 教団とはサイレントヒルに古くから存在する宗教集団のことを指す。多神教的一神教で特定の故障はなく単に教団と呼ばれる。もともとは先住民族による土着の宗教がベースになっていたが、教団内に入信者が増え、主体が彼らの手に移ると、キリスト教の影響が色濃くなっていったと言われる。 原始混沌の世界に楽園を創造して力尽きた神を復活して世界を崩壊させることで全ての罪を洗い流すという教授を持ちそれによる救済といった趣旨の信仰を柱とする PTV と呼ばれる麻薬の栽培密売や株組織サイレントヒルスマイルサポート協会の運営する個人希望の家内部での子供たちに対する 日常的な虐待や洗脳など、黒い噂の絶えない教団でもある。サイレントヒルシリーズの世界観の根幹。サイレントヒルに古くから宿る土着神であり、科学的な説明のつかない、不思議な現象を幾度も起こしてきた。その姿は作品によって異なり、そのいずれも神を復活させた人物が抱く、神に対するイメージが投影されている。 憎しみや心の闇を糧に成長するが、復活には母体となる人間が必要となる。現時点では一度も完全な復活を果たしたことはないが、完全復活した場合、一説ではこの世の全てを破壊すると言われており、人間の力では到底どうにかできるものではないらしい。弱点はアグラオフォーティスと呼ばれる薬品で、シリーズではこの薬品の力で二度も相残している。 2では罪を犯した人間を呼び寄せる力があることが判明し、呼び寄せた人間の心の闇や憎しみを糧として異世界を生み出す。呼び寄せられた人間はいずれも罪の記憶を失い、異世界をさまよいながら、自らの罪を思い出していき、最終的には、サイレントヒルで死亡する運命にある。2の作中に登場する迷宮には、この力による犠牲者たちの墓地がある。 一世界を作り出す力があり、いずれも糧とした人間の心の闇やトラウマが投影されている。その一方で人の望みや願いを具現化する力もあり、特ににではその力が物語の鍵となっている。昔のサイレントヒルに存在した死刑執行人の姿が街に宿る神の力で具現化した存在。本来の武器は槍であり、初登場したにでも、 大なたを使用するのは序盤だけで中盤からは槍を手にしているのだが2以降の作品ではほぼ必ず大なたを手にしている赤い三角形の大きな兜をかぶった男性の姿をしている罪や暴力の象徴として現れる作品ごとに外見や名称に差異があるがいずれも不死身の存在で主人公が直接倒したことは現時点では一度もない ナース服を着た女性の人型クリーチャー。1、2、3、0、ホームカミング、ダウンプア、ブックオブメモリーズ、アーケード版、ジースケープ、劇場版、リベレーションズ 3D など、多くの作品に登場するクリーチャーであり、ぎこちない、機械的な動きで接近し、手にした武器で攻撃する。サイレントヒルにある、レイクサイドアミューズメントパークのマスコットキャラクター。 4. ホームカミングブックオブメモリーズアーケード版リベレーションズ 3D に登場する。ピンク色で洋服を着たウサギの着ぐるみ、あるいは人形で口の周りが血にまみれている。基本的にはクリーチャーではなく単なるオブジェクトやアイテムに過ぎないが初登場である。3の遊園地では至るところに転がっている。また、4ではこちらを指さして笑っていたり、 気球として空中に浮かんでいたりするほか、4の公式ホームページの案内人を務める。アーケード版では、クリーチャーとして登場し、斧やチェーンソー、ライフルで武装し、規制を上げながら、集団で襲いかかるほか、UFO エンディングにも登場する。映画、サイレントヒル、リベレーション 3D、山岡明氏に聞く。2014年6月30日閲覧。 PS ワールドクリエイターインタビュー山岡明プレイステーション .com よりサイレントヒルさん公式サイト質問コーナーにサイレントヒルさん公式サイト質問コーナーサイレントヒルのモデルになった45年間続くセントラリアの校内火災ギガジネハットメイド喫茶で映画サイレントヒルの内緒の話が聞けちゃった2012年6月15日閲覧 サイレント、ヒル VS、キンダーガーテンコップ YouTube ハットひさまつ、レオナ、ホラーゲームの中に入り込んだ感覚。霧に覆われた森が非日常的で続々する。バズフィード、2020年11月26日閲覧。東予コインの看板が宇宙へ発射ノームで、街が、サイレントヒル状態に。オタクマ経済新聞、2020年11月26日閲覧。 まるでホラー映画滋賀県の観光名所の写真が話題。w o m a n e q u ー i t e c o j p 2020年11月26日閲覧。箱根がい世界に繋がった人気観光地の変貌にミスト感、サイレンの音がボスキャラがいる。襲ってくるやつだ。このゲームやりたいとツイッターで話題に。マイナビニュース。2020年11月26日閲覧。 この記事は以下のカテゴリでも参照できます。プレイノベルサイレントヒルに関するカテゴリサイレントヒルジエスケープに関するカテゴリありがとうございます。